皆さんこんにちは。国営アルプス安曇野公園の菜の花も気になっていたので安曇野エリアをゆるポタしてきました。レネゲード S2 で走っていますが、サイクリングと呼べるほど走っていないのでゆるポタです。安曇野山彦自転車道を起点に車や人が少ないところをのんびり走ります。実家瀬木自転車広場では芝桜がきれいに咲いています。ゴールデンウィークの混雑とは無縁で落ち着いて過ごせます。国営アルプス安曇野公園に向かいます。遠目でも山麓線の混雑具合が分かります。予想していたので驚きませんが、中央口の駐車場は満車という混雑ぶりです。菜の花が咲いている岩原口も人が多いです。それでも中央口よりははるかにマシですが、混雑したところに突っ込みたくないので園外から撮影して早々に撤退することにしました。
開けた場所なので外からでも十分撮影したり眺めたりできます。公園出発後は開けた景色を眺めつつブラブラと走りました。違う公園でコーヒー休憩。混雑するお店に入りたくなかったので自宅からコーヒーを入れて持参。いつものミニケーキに加えブログ記事で紹介したココナッツサブレで補給。今回はトリプルナッツというフレーバーを準備。先日のライドから蛍光補給食に加えていますが、味、価格ともに導入しやすくコスパ抜群。コーヒーや紅茶とも合うので汎用性高いのではないでしょうか。帰りも車通りの少ない道をのんびり走ってキロに着きました。それでは今回はこの辺で。